ヘルマンハープを演奏するフェイ・ヘルマンハープはドイツで制作されている発言楽器。1987年にドイツのバイエルン州の農場主ヘルマン・フェイ氏がダウン症の息子アンドレアスのために開発した。フェイ氏は障害者、高齢者を含む多くの人に気楽演奏への扉を開いたという功績により、1995年にドイツ連邦共和国より、 功労勲章功労メダルを受賞した。また、ヘルマンハープと専用楽譜の開発と普及に対して、2011年にドイツ銀行主催の発想の国ドイツという賞を文化部門で受賞している。ヘルマンハープはドイツで個別に職人の手によってハンドメイドされている。構造は響き板の上にクロマチックで弦が張られていて、楽譜をスライドすることにより演奏の転調も 簡単に行える。また、サイズは S タイプ、M タイプ、L タイプの3種類が存在し、それぞれで音域が異なる。ヘルマンハープの楽譜には、白い玉や丸い玉の音符が、星座のように実線や点線で結ばれて書かれている。演奏譜は、弦と表板の間に差し込むようになっており、それぞれの弦のもとに音符が現れるようになっている。 実践で結ばれた音符を上から順番にたどり、指で弾くことによって、五線符が読めなくともメロディーを演奏することが可能となっている。また、楽譜を左右にスライドすることで簡単に調を変えられることが可能である。日本で初めてヘルマンハープを紹介した梶原千里氏は、ヘルマンハープ教室の開拓、全国のインストラクターの育成指導を演奏。 双方講習会活動などを全国規模で開催する中で本国ドイツにも存在しなかったヘルマンハープの双方理論を開発した。2010年にはドイツでドイツ人の指導者向けに梶原千里のヘルマンハープ双方講習会を開催し参加者から高い評価を得た。2012年に世界初の双方指導書ヘルマンハープの双方基礎編が出版され、 ヘルマンハープを愛好する人たちの学習意欲は高まった。また同志は双方を駆使した本格的なヘルマンハープによるソロ演奏のステージを確立し、2014年には世界初の本格的なソロリサイタルを東京、大阪、福岡で成功させた。ヘルマンハープの演奏形態がこれまでは主にグループでのアンサンブル演奏であったが、このリサイタルを通して、 ソロ演奏で美しい音楽表現が可能な楽器であることを多くの愛好家が確信し演奏の形態が広がった。誰もが共に演奏できるバリアフリーな楽器としての社会的な取り組みとともに本物の楽器としての芸術的な取り組みも注目されるようになった。日本ヘルマンハープ振興会会長の梶原千里が2003年に在住中のヨーロッパで日本人として初めて ヘルマンハープに出会い、ドイツのヘルマンフェイ創業者一族の信任を得て2004年から日本での普及が始まった。梶原千里は2005年に日本ヘルマンハープ振興会の前身である日本ヘルマンハープ協会を設立し、ヘルマンハープの発祥についての物語を伝えながら、また音楽経験や障害、年齢、性別を問わず、 すべての人のための高品質の弦楽器であることを重視した普及を行っている。2015年現在、ヘルマンハープ教室の数は全国に約150ある。日本でもヘルマンハープは障害者のみならず健常者に広く愛好され、家庭内で楽しむ楽器として、またカルチャー教室などではシニア世代の新たな趣味として楽しまれている。障害者や高齢者施設、 学校や幼稚園などの教育機関などでもヘルマンハープが導入され新たな余暇活動として様々な年代の人に楽しまれている2015年現在3000人以上の愛好家がヘルマンハープを楽しみ日本各地でボランティアの演奏活動などを盛んに行い誰もが主体的に演奏に参加する音楽活動が広がっているありがとうございます